と清水エスパルスさんからこのウルトラスポーツナビゲーターのコニアに依頼が来ました。ありがとうございます。これがオリジナル10ですよ。ごめんなさいね。今日いやエスパルスってさすがすげえチームだなって思いますね。どうもウルトラスポーツご覧の皆様、コニーワでございます。今日はこの晴天の中どこに来たかと言いますと、こちらでございます。 IAI ね、スタジアム日本平。なぜ私が今日ここにいるかと言いますとですね、なんと清水エスパルスさんからこのウルトラスポーツナビゲーターのコニワに依頼が来ました。ありがとうございます。で今回何をするかと言いますとですね、5月の24日12時から放送になります東海ケーブルネットワークのトコちゃんワイドでビバエスパルスという番組があるんですが、その番組の中でアイスタグルメを紹介してほしいというですね依頼が来ました。食いしん坊万歳です。もうこんなに晴れやかなね天気の中撮影しますんで、見とけ見とけ、今まで笑い取ってなかったとかバカにしやがって、本当にリアル食いしん坊万歳やってやるから本当に、ええ、ではみんなどんな撮影なのかね、お楽しみに。清水さん、テレビのマイクだから何分の1のサイズなのこれ大丈夫これ30ことぐらいで終わっちゃうんじゃないこれ大丈夫これこっちで無限無限いやいいね、でも天気が良くて本当に気持ちいいね。お客さんも入るでしょうねこれ。入るよ今日は、間違いないっしょ。もうこのマイクと同じぐらい入りますよ。無限ですすいません。まあ中は取れませんでしたけど、外もさ、そこもあってさ、これがオリジナル10ですよはい、清水エスパルスさんです。すごい人だ。いやこれがスタジアムですよね。でもね本当に良かった、ね、これがスタジアムですよ。やっと入ってきたな本当に並んで待つのもスタジアムの一つだ。ノリよノリ、赤のノリでしょ本当に。小籠包面白い。フルーツシークです。いただきます。めっちゃうまい。肉汁やば。いないだろウルトラスポーツで4発のあるうち3発肉汁出せる人間しかも全部違う方向。もうだから僕はあの肉汁の飛ばし方を全盛期のアルゼンチンって呼びますから。バディスーターとかがいた時もうさ、ツリートップ、どこからシュート打ってくるか分かんない。ちょっとでも見直したんじゃないか、笑いがないですけどとかって小林さんはじめね、練習してる清水さんなんか僕にわざわざメールでお笑い時間ゼロ時間っていう書いてメールを送るぐらいですから。でもこの南さんやっぱいいでしょアイスター。いやめっちゃいいでしょ。もう一回もう何回でもないですね。大変申し訳ありません。今日は私の都合で撮影が終わったら、東京に戻ります。ダゾンで見てここまで来てんのにダゾンで見て帰りの新幹線で。あれ、コニワさん、ポップコーン食べてるじゃないですか。いや、ポップコーンよ、ほんとうまい。もうエスパルスどれくらいですか、ファンになって。うわ10年以上もっとだよ。すごいな。シジマールがいた時、シジマールがいた時ですか。クボ男、クボ男と呼ばれたシジマールですよ本当に。いやすごいね、シジマールさんの名前が出てくるとなんか
いや、エスパルスってさすがすげえチームだなって思いますよね。さあ、のぼりさんとか長谷川健太さんとかね、知ってる、ちびまる子ちゃんに健太っていうのは長谷川健太さんのことだからね。知らないのに来たの、帰りなさい君は本当に。いや、全てが終わりましたけど、まあ、こう3時間ぐらいのロケ、エスパルスさんからね、こうやって依頼されて、どうでした、どうでした、清水さん。また違った本屋さんの一面が入りました。あら、本当ですか。そう言っていただけて、いや、もう素晴らしいですね。ただね、一人ね、納得してない方がいるんですよ。僕のこのこっち側にいらっしゃる南さんという方なんですけど、この後、ね、今日清水エスパルスさんと川崎フロンターレさんというすっごい好カードの試合を見ずに帰らなきゃいけないことに関して非常に僕に対して今敵意を向き出します。これが2人ですよ。ここまで来てね、この盛り上がりをね感じながら帰らなければいけない。ちょっとでもどうですか、やっぱこうウルスポまた違った面でね、今日密着って形になってたんですけど、どうでした？いや、もう新鮮で、やっぱりね、こういうのってこう YouTube 的にも流行ってくるんじゃないかな、ね、で裏側をね、うん、で小庭さんのね違った一面も、そうね、ね、はい、ウルスポとは違った一面を見る。ちょっと確認しとってますよ、ウルスポの小庭はどういう小庭っていう風に見えてますか、南さん。お笑いがゼロ。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、もういらっしゃったんですね。あのエスパルスさんに呼ばれて、そうそうなんですよ。いやでも改めてシーズンお疲れ様でした。ありがとうございました。もうあと一歩ってとこだったんじゃないですか。どうですか、感触としては。いやでもすごく感触、手応えがあったシーズンでしたので、ね、これはまた来シーズンに向けて。来シーズンはね、はい、多分入れ替え戦みたいな感じはなく、多分昇格じゃないですか。もう多分。そうですね。ね、2位以内とかだと。そうですね。ね、はい、ごめんなさいね今日。エスパルスさんの撮影で来ちゃってて。すいません。ま、初めまして。初めまして、初めまして。あの、ツイッターではいつもお世話になってます。またぜひ我々もちょっと撮影、また企画させていただきますので、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、今回、まず一つ、こうやって謝りたいのは、清水さんと皆さん、ごめんね。本当は大好きなんだよ。ちょっと強がっちゃった、なんかテレビの仕事してる子にはをちょっと見せたくて強がっちゃっただけで、本当は弱い人間なの。でもやっぱりこうやってスポーツの現場でロケをさせてもらってめちゃくちゃ楽しいよね。外側から見るこの撮影の感じってちょっとまた自分が撮影してる感じと違うでしょ。いや、もう違いますよ、新鮮で、うん、ね、まあ、しかもね、裏側の部分もそう、どんな風にしてるのかね。あとはもう僕は編集任せだから、やめてよ、ここに眉間にすっごいシワ読んで寄せてこう台本読んでる絵とか入れまくそんなこ、そんな真剣に考えてパッて出たボケがそんなに面白くないとか、やめてよ。だからもうノリでしょ、本当に。そういう悪質な編集はやめてくださいよ。でも本当に僕もこうやって本当に清水エスパルスさんに呼んでもらってね、こうやって番組を5月の24日、ね、12時から放送でございますから、ぜひね、これ見ていただいた方はこの YouTube で、清水エスパルスさんの YouTube でも流れますんで、まあ、この我々の、ね、動画を見ていただいた、ね、その先にはこうリンクもつけておきますんで、そこからね、そのどういった撮影の内容だったのね、あ、こんな風なことをしてたんだっていう風に感じでね、ちょっと見てもらえたら楽しいのかなと思います。ということで、またウルトラスポーツぜひ見てください。ありがとうございました。本当に清水エスパルスさんのこのホームゲーム最高です。